し、今日もマイクラやっていこうか。あれ？いつもならここで、ペル君がどんな世界かの発表があるのに、どこ行っちゃったんだろうペル君。何かが原因で遅れちゃってるのかな？とりあえず、気は買っておこうか。どんな世界であっても、気は必要になってくるだろうからね。ぬしさん。ぬしさーん。うわ、その声はペル君。声は聞こえるけど、どこにいるの？今、通信機を使ってぬしさんに話しかけています。実はですね。捕まってしまいました。どうしたのペル君？今回もぬしさんに遊んでもらおうといろいろ作ってたところ、謎のモンスターによって捕らえられてしまったんです。僕がいる場所を伝えるので、まずは来てくれませんか？もちろん行くよペル君、待ってて。大変なことになったぞ。ペル君がまさか捕まっちゃうなんて。とりあえず、ペル君がいる場所に行かないと。どうやら、海の真ん中に塔が作られてて、そこに閉じ込められているみたい。行くぞーペル君。何か見えてきたぞ。ペル君聞こえる？島が見えたよ。ああ、主さん見えました。こっちです。なんだこの島は。ほとんどが岩盤ブロックでできてる島じゃん。ペル君大丈夫？はい、特に怪我もないですけど、見ての通り、岩盤ブロックで閉じ込められてしまいました。持ってるのは、僕が隠してた通信機のみ。なんとかしてこの岩盤ブロックを壊さないとなんですけど。何か手段はありそう？そうだ主さん、岩盤を壊せるツルハシを作ってもらいたいです。岩盤ツルハシ、そんなものがあるのペル君。あの幻の鉱石を使えばきっといけるはずです。あと主さん、絶対に下にある爆弾には触れてはダメです。むやみに触ってしまうと、とんでもない爆発を引き起こしてしまいます。まだ何にもアイテム持ってないからペル君を助けられないけど、待ってて、一刻も早くそこから解放できるようにするからね。お願いします主さーん。ああ主さん、聞こえますか？こちらセブン、聞こえますペル隊長。ということで、岩盤を壊せるツルハシの作成をお願いしたいんですけど、どうやって作るかわかります？いやさっぱりわからないですね。岩盤を壊すためのツルハシなんですけど、その素材に、黒曜ダイヤモンドというものが必要なんです。黒曜ダイヤモンド、聞いたことないな。ダイヤモンドと黒曜ダイヤの元を組み合わせると作れるんですけど、問題はその黒曜ダイヤの元がどこにあるかだよね。黒曜の世界にあります。いやその黒曜の世界がわからないよペル君。黒曜石のポータルと、とある道具を使ってゲートが開くみたいです。黒曜石のポータルってネガーゲートじゃない？ポータルのブロックは一緒なんですけど、ゲートを開けるのに、火打ち石じゃなくて、黒曜の世界への鍵を使うことになるみたいです。その鍵はどうやってゲットすれば？幻の3種類のクリーパーを倒しましょう主さん。クリーパーが3種類、どういうことなんだ？黒曜の世界には、幻の3種類のクリーパーを見た者のみが行ける世界。黒曜の世界っていうのはそれぐらいすごい世界なんだ。ってことは、そんな幻のクリーパーを見つけないといけないってこと。大丈夫です主さんなら発見できます。本当に大丈夫かな？ 3 種類のクリーパーか。クリーパーっていつもは1種類だけなんだけどな。とにかく、ペル君が岩盤で閉じ込められてても、解決方法があるみたいでよかった。おーし、岩盤も壊しちゃうツルハシ作るぞ。ということでまずは食料集めから。主さん、どんな食料を集めているんですか？魚。のあー。ペル君大丈夫？お腹は空いてない？お腹の方は全然大丈夫ですけど、やっぱりお魚食べたいですね。ペル君が食べる用の酒も取っておこうか。ペル君、生の方が好きだから、酒は焼かずに取っておこうか。ということで私はタラを食べまーす。あーペル君、聞こえますでしょうか？こちらペルです。主さん聞こえますよ。幻のクリーパーってどこにいるかわかる？詳しくはわからないんですけど、洞窟以外の場所にも現れるみたいです。なるほどね、場所によっていろんなクリーパーが出るってことなのかな。洞窟でなかなか見つからなかったら、夜の地上でも探索した方がいいかもしれないです。夜は敵モブがたくさん出まくるけど、防具も揃えて、活動できるようにしないとね。いきなりすごい数のゾンビだったな。大丈夫でしたか主さん。うん、普通のゾンビだから全然問題ないよ。鉄鉱石を回収してっと。黒曜石でポータルを作らないといけないから、ダイヤのツルハシも必要だね。それにしても、まさか黒曜石でネザー以外の世界に行けるとは、一体どんな世界なんだろう？幻のクリーパーも、普通に爆発するタイプなのかな。ほえ？おわー、ペル君応答願います。どうしたんですか主さん。幻のクリーパー発見しました。おー。
自爆される前に倒してくださいね。了解、普通のクリーパーと同じで自爆するのね。ああ。どうしましたか主さん、何か起きましたか？すごく簡単に倒せちゃった。幻だからって強いとかではないっぽいからよかった。この辺、鍾乳石があって、あの幻のクリーパー、鍾乳石みたいな見た目だった。その地形に紛れ込んでいるってことですね。動いたから私気づいたけど、じっとしてたら多分気づかなかったよ。他の幻のクリーパーも紛れ込んでいる感じかもですね。おし、鉄の防具を全部装着したよ。これで夜地上で動いても大丈夫そう。さっきは鍾乳石クリーパーだったけど、まだ洞窟にはクリーパーいるのかな？アメジストの空洞とか絶対そうなんだけど、隠れるにはもってこいの場所だし。どうですか主さん、姿は見当たりましたか？何もいませんでした。こういうところに何気なくいそうな感じするんだけどな。さらに奥深くに進んでいこうか。いや敵モブの数すごいな。え？これは普通のクリーパー？このクリーパーは洞窟見渡したらそこら中いるもんね。いつものクリーパーはカウントには入らないですからね。出てくるのはゾンビとスケルトンばかり。出てきて幻のクリーパー。いた。2種類目もめっちゃわかりにくかった。見つけましたか主さん。うん、あとはちゃんと倒せるかどうか。ようやく見つけたクリーパー、ここで自爆されるわけにはいかない。うわ、全然ノックバックしない。よーし。やりましたか主さん。オッケーだよペル君、2種類目も倒したよ。おー。もうちょっと探して出てこなかったら、一旦地上に戻るね。あとダイヤの回収も忘れずにっと。ペル君、聞こえる？地上に戻りましたか主さん。うん、これから3種類のクリーパーを探しに行くよ。あれから地下を探してたけど、やっぱりあの2種類しかいないっぽいから、ダイヤツルハシで黒曜石も回収して、これから地上で幻のクリーパーを探すね。ところでペル君、爆弾の方は大丈夫？こっちは特に異常はないですね。それにしても、一体誰が閉じ込めたんでしょうか？確かにそれはすごい気になるよペル君。誰かが近くにいるとかはなかったの？いや、突然目の前が真っ暗になって、気づいたら岩盤の中だったんです。そしたら、睡眠攻撃が使える魔法使いとかなのかな？ペル君、突然魔法使いが出てくるかもしれないから気をつけて。主さんも夜の探索、気をつけてください。早速スケルトンに襲われてます。いたー。クリーパーっていうか、森の妖精みたいだよ。うわ、でもちゃんと自爆するじゃん。ダークオークの森に、こんなクリーパーがいた。うわー、自爆しちゃったー。あってもダークオーククリーパーは割と出てきやすいぞ。これはペル君を救い出せっていう幻のクリーパーからのメッセージかも。きたー、3種類倒したー。おー、これが黒曜の世界への鍵か。主さん、鍵はゲットできましたか？うん、ダークオークのクリーパーを倒したらもらえたよ。そしたら、黒曜石のポータルを作ればいいんだよね。その鍵を使えば、別世界へのゲートが開くはずです。いつものようにポータルを作ってっと。これで鍵を使うと、うわー、開いたー。ゲートの見た目がネザーと違う。やっぱり別世界に行くんだ。よし、行ってくるねペル君。黒曜ダイヤの元を取ってくるよ。お願いしまーす。はぁ？嘘ー。ウィザーが出てきてる。ペル君ペル君、聞こえてる？おーい、ペル君。ダメだ、別世界に来たから通信が切れちゃった。とにかく、開けたところを探そう。地形は、ネザーと似てる感じだけど、地面が全部黒曜石で、周りにはクリーパーが出現。さらにはウィザーまで出てきてる。一体どんな世界なんだここはー。そうだ、黒曜ダイヤの元を取りに行かないと。やばい、ウィザーの声がしてる。近いぞこれは。これが、黒曜ダイヤの元をゲットできる鉱石なのかな？おー、これだー。おっしゃ、これさえゲットできればもうオッケーだ。早くペル君を助けないとだから、この世界から脱出しないと。うっわー、普通にいるじゃんウィザー。おし、表の世界に帰ります。主さん、大丈夫でしたか？すごい世界だったよペル君。普通にウィザーがいたんだよ。そんな世界だったんですか？とにかく黒曜ダイヤの元はゲットできたよ。そしたら、それをダイヤとか時代で組み合わせましょう。これで黒曜ダイヤモンドができるってこと？おー、
これが黒曜ダイヤモンド。ネザライトのように、ダイヤツル橋で組み合わせましょう。なるほどね、ネザライト系と同じ強化方法か。さあ、黒曜ダイヤのツル橋。やったよペル君、求めてたツル橋が作れた。待ってて、今そっちに向かうからね。さすが主さんです、頼りになります。何でも壊せるツル橋、持ってきたよペル君。まずはそこの爆弾からだね。主さんが早く来てくれたおかげで、突然爆発することもなくてよかったです。まだ何が起こるかわからないから、周りの炎一応消しておこうか。おっし、あとはこの爆弾だけ。おっしゃー、無事壊せた。ハイペル君、これで岩盤壊して脱出だね。確かに受け取りました主さん。うわー、何が起こったんですか主さん。岩盤からオーデンが3体も出てきたー。なるほど、僕の視界が真っ暗になったってそういうことでしたか。主さん、ここは僕に任せてください。でもペル君は。このツル橋を手にしたからにはもうこっちのものですよ。ふ。オーデンたちよ、どうやら3人で僕を捕らえたようだけど、僕を捕らえた時点ですでに負けていたのだよ。黒曜ダイヤモンドを剣モードに変化。主さんが苦労してゲットした鉱石は、凄まじい効果を秘めている。行くぞオーデーン。直接攻撃するタイプかと思ったら大間違い。はい、これでオッケーなはずです。オーデン全員倒せましたね。よかったアペル君、まさかオーデン3体が捕まえてたなんて。ペル君が脱出できてよかったと思った人は高評価ボタン押してね。さて、サーモン食べまくろー。やったー、ありがとうございます主さん最高ですー。